ょっと思い出して。お父ちゃんも何かと忙しいんじゃな。なんやしら、ここんとこよう出てかはるわ。やな、エンチモは19年ぶりやで。変わりましたな、互いに。うん、しょうがない、お父ちゃん。ええ年してフラフラと。お店のこと言ったらどう思ったんねん。うち、お見合いせえって言われてますねんけど。3日前に会うてもらいましたらな、えらい乗り気でんねん。それで何か、秋子の方でも気に入りそうな人が。うち、結婚なんてまだ考えてへんのに。あなた誰か好きな人でもあるんじゃない？なあお父ちゃん、うちなんやかや意地の悪いことばっかり言うて。慣れとるわ。こついこつい。よくよくしてもしょうがない。